応援ありがとうございました。引き続きホームの試合が続くので、決めてないです。まあ、あのオンゴール、あの普通ゴールです。狙いました。すいません、ヒーローをいただきます。今日は、はい、すいません、お疲れ様です。野口がプレスパスしていますが、井出がコントロール、井出から浮かせて逆サイドに行け、さあこれチャンスだね。また井出だ、折り返しまで行って落とす、シュートだ。縦のパスが通ります。井出から前線で待った花との落とし、少しずれましたけども、東京ベビーボール裏に抜ける小池、小池に入るチャンスだ。小池ラストパス決まった。ここはワンタッチで中央の井出、手がいいポジションで受けましたね。井出のところからでしたね。この前縦に差し込んだボールですよね。ここからもう一回受けて、井出です。なんと一つ繋いでたスペースできた、後ろから山下、少しね、こう右から流れてきたボールに対して左に持ってくる、あと5点いいね、中に行ってシュート、わずかに左、ボールの位置から狙っていきました。いいね、いいね、のドリブルですね。そういうところを切り返した、小池が奪う。さあカウンターチャンス、ベルディ人数かけていけるか、井出誰を使うか、小池か、それとも自分で行くか、自分で行くか、切り返し、最後は花と入れ方、井出春也、花と斜めに来る、ちょっとスペースかぶった、パライバー、またここに井出春也が出てきました。で、かわして井出、切り返し、井出横使って福村、小池に繋がった、軽く入れて井出、さあ中、好調な井出ですが、裾をまだ持っているか、花と後ろから井出春也、井出春也、井出春也、まだ行く、井出春也、左とかわして最後左足で狙っていきましたが、ボール山下から受けて、その後花と経由して井出でした。ベルディです。さあそして中にグランダーのボール落としていってシュートを狙ってくる、わず、そのままちょっと乱れました。入れがいく、入れ、入れのシュート正面、シュートいける、山下折り返す、入れのシュートを流し込んだ、東京ベルディ獲得し、シュートコースを見ながら準備したところで受けましたよね、はい、左側井出が来る、間で受けて井出春也、井出切り返し、はい、右足、
得意の切り返しから最後は右足で、まあ、いい状態で受けたので左足で少しキックフェイントのような形からね、あの得意の右足に持ってきましたし、まあ、素晴らしいシュート。ファーサイドを追い開いて小池中にグランダーのボール、シュート決まった。左サイドから逆サイドで大きな展開で小池選手がコントロールして落ち着いてマイナスのクロスでしたね。右足合わせで決めました。1対0。 I am happy on this island wall.